甲子園、騒然。中日の田中幹也選手がスーパープレーでサヨナラのピンチを救いました。同点で迎えた延長の10回、フォアボールと送りバントでワンアウト二塁のピンチを招きます。この回からマウンドに上がった藤島健人投手は梅野龍太郎選手を三振で2アウトとしますが、代打原口文人選手にはセンターへヒット性の打球を打たれます。この打球に途中出場のセカンド田中幹也選手が飛びつき、超ファインプレーでアウトとし、抜ければサヨナラ負けもあったチームを救いました。田中選手は7回のチャンスで送りバント失敗、その裏に1点を失うエラーをしていましたが、それ以上のスーパープレーで存在感を見せました。このプレーにファンは、敵ながらあっぱれだな、抜けたと思った、田中幹也えぐいってなど、敵味方問わず、称賛の声が上がっています。正直言ってあのエラーは痛かった。でも広い目で見れば、今までの守備での貢献度からすれば、幹也も人間だから、ミスする時もあるわな。立浪なんて、しょっちゅう采配ミスばかりしているから。取り返してはいないです。あれがなければ、試合が終わっていた可能性があります。ビジターに行くと、中日の野手はしょっちゅう、トンネルしますよね。準備が足りないんじゃないですかね。オールスターの試合から、またボールが変わったんじゃないかな。投手有利から、打者有利に変わっている気がする。なお、やっぱりサヨナラされた模様。サヨナラ負けしてんじゃん。どこが救ったのか意味不明。この田中選手の守備だけで、金払えます。ほんと素晴らしいです。田中幹也の存在により、試合時間は伸びた。この田中は、フルで使えんもんなのかな。負けたら虚しいだけやないか。まあ、一旦救った。あれぐらいなら、阪神の中野選手や、広島の菊池選手でも普通に取るよ。